13日水曜夜10時の「ブラブラ」は世界各地を巡回した注目の展覧会が日本上陸帝都美術館展光イギリスの帝都美術館からおよそ120点が来日そのうちなんと100点が日本初公開光の画家ターナーやモネなど有名画家はもちろん大スペクタクルな空想風景画でイギリスでは大人気の画家 世界各地で話題を呼んだアマチュア天文学者の作品90歳を超えて今なお現役ドイツの巨匠ゲルハルハト・ト。リヒターーの巨大アート世界が注目する現代作家エリアさんの作品も初来日ずっとなな。んか見てられるよ200年の時を超えてアーティストが挑み続けた光の表現13日水曜夜10時です